道志山海とは、山梨県南東部に広がる山海。三坂山地と丹沢山地との中間に位置し、講義には丹沢山地に含まれる。富士山の北東、桂川と道志川に挟まれた地域に広がる、標高1000メートル前後の峰が、東西に連なる。広大な森林と豊富な保水力を持ち、道志川、相模川など、神奈川県の水源域ともなっている。 行政区では、山梨県南鶴郡道志村を中心に、鶴市、上野原市、山中古村、押野村、神奈川県相模原市にまたがっている。周辺の山地と合わせて、大菩薩、道志山系、または丹沢、道志山系とも呼ぶ。道志山海の北側、上野原市秋山地区に広がる山々は、秋山山陵、もしくは前、道志とも呼ばれる。 訪れる人は、決して多くはないが、富士山を間近に持ちながらの森林浴が楽しめるほか、富士山の撮影ポイントとしても人気である。登山ルートは、道志村、上野原、山中湖、相模湖方面からの登山道が整備されている。最高峰の御所大山をはじめ、鳥の胸山、縄竹山、二十六夜山、石有山、今倉山、久喜山、百志山などが、 山梨百名山に選ばれている。このうち26や山、久喜山の下を山梨リニア実験線が通っている。山域の南山六に国道413号が通る。山海を貫く山梨県道24号と流、同志線の道坂トンネルが、鶴市と同志村を結ぶ。ありがとうございます。